はようございます。今日は2月の4日、水曜日でございます。朝コーヒーをね、今日はアイスにします。今日ちょっと遅く起きちゃって、もうねお昼になるので、朝ごはんは今日はちょっと、もちろんねもうお昼だからお昼ご飯になっちゃうので、コーヒーで済まそうと思って、ちょっとしたらねお昼ご飯作ろうかなと思います。これマスターバスルームに置いてたバス&ボディワックスの、ね、キャンドルなんだけど、ずっと使ってなくてね、まだ残ってるから最近よく使ってんだけど、ここがね割れちゃって、なんか開けた時にねパキって割れちゃったみたいで、あの接着剤でくっつけてね大丈夫だとは思うんですけど、ね、使わないともったいないので使おうと思います。結構フレッシュな香りというか、なんて言うんだろうな、爽やかな香りだから、まあ、キッチンというかバスルームで使ってたんだけど、バスルームで使うよりはこっちでね、リビングで使った方が香りが充満するのでね。今日はこの間パン買ってきて全然食べてないので、サンドイッチにしようと思います。できました。いただきます。パン作りにはね、欠かせない、何気に持ってなかったこのスケッパーをね、アリエクスプレスで頼んでたのがね、届きました。1ドルぐらいで、しかも送料無料だったので、まあプラスチックだけどいいやと思って。まあそんなにね、頻繁に使うものではないから、パンもそんなに頻繁に作るわけではないのでね。で、今まで持ってなかったから、包丁でやってたんだけど、包丁をそのカウンターに直接さ、落とすのっての。切るカウンターの上で切るのはなんかちょっとね、嫌だなとは思ってたので、ずっと欲しかったんだけど、ターゲットとかウォルマートとか行った時にキッチンコーナーね、そう通り過ぎる時に見てはいたんだけど、なんかね見当たらなくて、私の 見方が悪かったのかもしれないんだけど、見当たらなくて、でネットとかで見ても結構値段するからどうしようかなと思ってたんだけど、まあ、1ドルで買えたのでね、届きましていい感じでございます。今お外でもちくんと一緒に、今ねもちくんここにいたんだけど行っちゃいましたね。日向ぼっこ中でございます。今日すごい太陽がポカポカで暖かくて、ちょっとね風は寒いんだけど、太陽が暖かいのでバランスが取れてね、めっちゃ気持ちいいです。暖かいね、最高。太陽のぬくもりを感じてる。外が暖かい分、家の中がちょっと肌寒くて、アリゾナは特にね、その家の中が夏場快適に過ごせるように、涼しくなるようにね作られてるから、まあ、タイルとかが多いからちょっとね肌寒いので、やっぱ太陽の下にいるとちょうどいいね。ちょっとこれから買わなきゃいけないものがあるので、ザラツリーに行ってくると思います。先にちょっとターゲットに来ました。ということでちょっとね欲しいものがあるので行ってきます。ってことでダラツリーにも行ってきます。はい、お疲れてきます。髪ボサボサだけど、ダラツリーに行ってきたんだけど、あとターゲットもね行ってきたんだけど、ダラツリーはねこのバッグ、紙の紙袋を買ってきたので、そのブラウンバッグね、こうお店で使うやつなので、まあ面白くないと思うけど、こちらを買ってまいりまして、でターゲットでちょっとねずっと欲しかったものをね買ってきたんですけど、最初にお見せしますね。 iPad でございます。じゃん、この iPad の半年ぐらい前に出た第7世代の一番ね容量も低いやつなんだけど、まあ、なんでこれを買ってきたかというと、私が今持ってる iPad iPad3 もう10年前ぐらいのやつで、昔ね買って、日本で買って、まあ特にその使う予定はなかったんだけど、当時その iPad がなんかなんだろうね、なんか出たばっかではないんだけど、 iPad3 だからね、なんか結構周りも持ってて欲しくなっちゃって、昔にね買ったやつなんですけど、でも動画とか見るのにすごい最適だし、結構使ってて、でアメリカにももちろん持ってきて、今もねちなみにここに置いてあるけど、まあたまに使ったりしてるのね。なんだけどサポートがもう終了しちゃって、もうアプリも新しいのとか全然ダウンロードできないし、今あるのもアップデートみたいなのもできないし、まあ使えないことはないけど、本当にもうベーシックなことしかできないので、もうちょっとね買い替えたいなと思ってたんだけど、で今ね iPad のそのスクエアっていうアプリで
あのお店のお会計とかしてるんだけど、あのこっちのね iPad 3になぜかそのスクエアのアプリがダウンロードできて、それでまあ使えてるからね、今それで使ってるんだけど、ちょっとねやっぱ遅くてね、あのお客さんも待たせちゃったりとかする時もたまにあってね。で前使った iPhone7もたまに使ったりするんだけど、やっぱちっちゃいから使いにくくて、まあお店のあれもあるし、まあ、そろそろ買い替えたいっていう、まあいろいろね理由があったので、ちょっと探してはいたんだけど、やっぱり iPad ってそんなに安いもんじゃないから、どれにするか、どのモデルにするかとかいろいろ悩んでて、でふとね検索して、あのターゲットのウェブサイトがねパッて出てきたんだけど、なんとねセールになってて80ドルオフ 20% オフかなんかで売ってたの、この最新のモデルね、まあ、一番あのベーシックな安いモデルだから性能的にはもちろん一番下の性能だと思うんだけど、まあそんなに別になんていうのデザイナーの仕事をするとかそういうのじゃないから、まあ遊ぶ兼ネットとか動画とか見る兼、あとイベントのお会計で使えればいいだけなので、そんなにね別にいいやつっていうのはいらないかなと思って、そうすっごい安く売ってたので、定価が多分350ドルとかそのぐらいかな、3万5000円とかだと思うんだけど、なんとねあのターゲットのね 5% オフのカードも持ってるから、レッドカードって言うんだけど、とあとクーポンも 5ドルの、クーポンがあったので250ドルぐらいで2万5000円ぐらいで購入できました。でなんかネット見てたら2月8日までのセールって書いてあって、その2月8日以降どうなるのか分かんなかったから、ちょっと今あるうちに買っとこうと思ってね、買ってきました。ちなみに32ギガのゴールド第7世代の iPad でございます。ちょっとアクセサリーとか何も買ってないので、 Apple Pencil もね一応対応してるんだけど、第1世代のあのアクセサリーはまだ買ってないので、多分 Apple Pencil はねベストバイとか電気屋さんの方が安いし、アクセサリーは Amazon とかちょっと見ようかなと思うので、はい、そんな感じで、すごいねあの久々の新しい iPad なのですごい楽しみな、ちょっと今からね開けてみようと思います。ちなみにこちらが今持ってる iPad 3の 16GB かな、一番これもね低いあの容量のやつを買ったんだけど、ケースもねピンクのやつでこのアップルのステッカーを貼ったんだけど、これも頑張ってくれましたね、10年ぐらい。まだでも使えるからちょっとどうしようかなと思ってるんだけど、なんか何かしらちょっと使いたいなと思ってるけどね、頑張ってくれましたね。こんな感じでございます。いやめっちゃ薄いね、やっぱり iPad 3と比べると画面のサイズも大きいし、ここのねベゼルの部分っていうのが細いからね全然違う感じだね。なんか大きく感じるけど大きいのかな、大きいんだねサイズもね、ちょっと分からないかもしれないけど、サイズもちょっとこのくらい大きいですね。いやなかなかね iPad 3からここにアップグレードする人そんなにいないと思うけど、イエーイ、こんな感じで、まあこの辺はいつも通りのやつですね。ということでちょっとセッティングして遊ぼうと思います。とりあえず今日のところはあのスクリーンプロテクターとかもないし、 Apple Pencil はね今ちょうどね Amazon で買ったので、なんかね79ドルになっててめちゃめちゃ20ドルぐらい安かったんだけど、運よく買えたので明日届くと思うので、とりあえず今日は、まあ、特に何もすることないのでね、いろいろ調べ物しつつ夕飯を作ろうと思います。今日はね結構寒いのでトマトスープにしようと思います。この間のロッテサリーチキンも入れちゃいます。煮込んでいきます。スープ完成しました。今日はね缶あのトマト缶1個しか入れてないからね、ちょっとサラサラな感じなんですけど、いただきます。明日用にコールドブリューでも作っておこうかな。
ということで、もうシャワーも浴びてね、11時なので、今日のビラはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビラでお会いしましょう。バイバーイ。